ベルタースオリジナルを開けたところ。ベルタースオリジナルは、ドイツのストーク社から発売されている飴菓子。同社は1903年に設立され、バーター、エスウェクトの名で1969年からキャンディを販売している。バターと生クリームを砂糖と水飴と共に煮詰め、冷やし固めたタフィーと呼ばれる伝統的な製法の菓子で、 ドイツのベルター村で作られたことからその名前がついたとされる。甘くてクリーミーで素朴な味わいが印象的。食塩が入っているため甘さの中に少し塩味がする。なお、一部の国ではキャラメルも販売されている。バーター S オリジナルの名称は国際進出のために1990年代に採用されたもの。救命のエクトはドイツ語で。 本物のを意味する。テレビ CM は、白髪に髭を蓄えている老人が登場し、孫を抱き抱かかえながら、自身のベルタースオリジナルの思い出を語るというもので、ある。日本語版の CM では、秋元陽介が、老人の吹き替えを担当している。日本語版の老人役は、イギリスの俳優のアーノルド・ピーターズが演じていた。2003年頃から放送が開始されたが、 何年か放送された後しばらく放送されない時期が続いた。2010年10月に放送が再開された際は30秒版の CM と15秒版の CM を放送。老人の吹き替えは変わらず秋元陽介だが声は以前の CM と違い再収録したものになっている。テレビ CM は森永聖火ホームページでも閲覧することができたが現在は 新しい CM に差し替えられた。ありがとうございます。